令和元年11月28日9時から12時の間で積雪5センチかな、一瞬っていうか3時間で真っ白になっちゃった北海道札幌、何もかも真っ白です。これから昼のラーメン、赤星1杯500円醤油ラーメン食べてきます。本当よく降ってます。風が強いけど汗よりはちょっと高いかなって感じです、はい、走ってますけど雪の音聞こえますかね。はい、狸小路7丁目ラーメン屋さんです。ここは北海道札幌市札幌駅駅前通りですね。左側はガラスに映ってるところです。先ほどの撮影の裏側というか、はい、札幌駅の大時計ちょっと明るいんでずっと寄って今2倍ぐらいですね。右にもね綺麗なのがありますね。ちょっと引いて引いてちょっと歩いてみようか。ちょっと光の中にも入ってきました。ずっと行きますね。私はこっちなんで行きます。